皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私高家ノート、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。コウケさんはある程度バランスシートわかるじゃないですか。はい、はい、でもそれでも、まあ、3回ぐらい前かな、その統合政府のバランスシートはなかなかわからないということで、うん、まあちょっと今日はそれプラスですね、これも次回前回かな話したんだけど、みんな絶対頭に入ってないから OMF 覚えてます？ OMF、うん、話してない OMF 記憶なんだけど、さらっと話しただけだそれをね、今日話を聞いていただくと、じゃあ政府の存在ってのが何なのかが改めて分かる。多分みんな知らない、みんな知らないので、ちょっとあの難しいかもしれないんだけど、ちょっとお付き合いくださいね。できるだけ分かりやすく、結構私より、ね、日本でね分かりやすく説明できる人いないと思いますよ、間違いなく。それでもやっぱり難しいんだな、それでもやっぱり難しい。とりあえず、はい、7月5日三橋 TV 公開収録懇親会の、はい、参加まで受け付けておりますんで、よろしくお願いいたします。で、まあブログなんですけどね、統合政府のバランスシート本邦初公開、まあおそらく、うん、あでもこれ多分正しいと思う、誰もやったことないから。5月11日に私が書いたブログでですね、前、いまいち評判が良くなかったあの国家の、いやその統合政府のバランスシートをちょっとリニューアルしてこういう感じで作りました、うん、はい、こう色とあと箱の大きさとかがちゃんと数字と合ってる形だから、こっちの方が分かりやすいと思うんですよね、うん、でこれまあ日本、これなんでこれ作ったかというと、財務省がその MMT に対する反論資料で、政府と日本銀行を統合して考えれば政府の負債と日本銀行が保有する資産が相殺される。ここ分かります？政府の国債は政府の借用証書ですと。でも日銀が持ってる国債は日銀の資産なんですね。政府の借用証書は日銀が持ってるわけですよ。つまり日銀は政府に金を貸してるってことなんです。でその両者をガシャンってやっちゃうと、借り手と貸し手が同一人物になっちゃうから相殺されますってことなんです、はい、これ連結決算のルールですね、はい、ここは大丈夫ですか、はい、はい、ということで、あ、すいませんずれちゃった、これですね、との指摘があるが、指摘があるも何も事実でしょと。で仮に政府と日本銀行の BS を統合したとしても、日銀の保有する国債の額だけ政府の債務が見かけ上減少するだけである。日銀の債権である国債は政府の債務から消さなくちゃいけない。なぜなら同一人物になったから。これが統合政府の考え方です。でも見かけ上減少するだけでありと言っていますけどね、財務省は、うん、はい、見かけ上も何も実質的に消えてんじゃないかと。子会社の日銀が日本政府に金返せって言ってくることはないですよね、はい、ということで、で負債超過の状態変わらないようにって書いてて、でこれに対して私が統合政府のバランスシートを作って対抗しようってことで作ったのがさっきの図なんですけど、こっちの方が分かりやすいですね。はい、これです。バランスシートっていうのは、この左側の借方に資産、右側の貸方に負債と純資産を計上します、はい、普通資産の方がでかいんで、ここに純資産っていうのが出るんです。企業だと資本ですけどね。でも政府は負債の方が大きいんです、統合政府にしても。だからこれに 純負債、財務省の言う債務超過、違う負債超過か、負債超過があるでしょうって話なんですね。で日銀と政府をガッシャンコすると、日銀の持っていた国債については、貸し手と借り手が同一人物ってことになっちゃうので、ジュッと消えます、はい、これでも消えるだけです、うん、はい、でもあのもともとその国債は日銀が持ってるだけじゃないから、日銀以外が持ってる国債とか財投債ちゃんと負債計上されてますねと、はい、さらに日銀の負債として計上されていた現金、そして日銀当座預金が統合政府において負債として計上されますよと。であとその他負債があります。でこう負債の方が相変わらずでかい、資産より。だから純負債、負債超過がありますよっていう話なんです。これはただの事実なんですけどね、前より分かりやすいですかね、うん、だね。でこれで突っ込んだのが2つあって、1つは財務省はこの統合政府の負債として、負債っていうから分かりにくいんだ、前回のあの続きで言えば借金ですよ、はあ、これは分かりやすい統合政府の借金として計上されている現金紙幣、はい、当座預金、日銀当座預金、これが理由で財政破綻するって言いたいんですかっていうのがまず1点目、うん、そう、これお金でしょ、
まあ、お金っていうのはだから債務と債権の記録であって負債であって、まあ、資産であってさらには借金であって貸付金なんですよ、はい、ということで、日銀の負債として計上されていたお金はそのまま統合政府に乗ってくるから、ただ国債と入れ替わったの。もともとここ国債だったんです。全部政府の借用調査だったのが、あの日銀と合算庫することで日銀の持ってる国債が消えて代わりに日銀の負債がここに乗ってきたんだけど、これを理由に破綻するって言いたいんですかねと、うん、これお金でしょ、うん、はい、でも要は負債ってお金なんですけど、お金って負債だからこうなると。でさらにこれまだまだ負債超過の状況は変わらないとか財務省言ってるってことは、これを減らしたいってことなんですかと。そうとしか読めないですよね、うん、これが問題だって言ってるんだから。で誰かの純資産は誰かの純負債、誰かの純負債は誰かの純資産、政府統合財務で見ても政府は 純負債です、負債超過です。ということは反対側に絶対純資産、うん、資産超過の人がいるでしょう。誰ですか？国民です、ね、うん、あるいは企業なんです、まあ、民間ですね。ということは財務省はこれを問題視して減らそうってことを言ってるわけなんだから、じゃあ我々の純資産という財産を奪い取る気なんだねと。この2つですよね。だから1つはお金という負債が原因で財政破綻するって言いたいんですか、あんたたちは。2つ目はこれを減らすっていうようなニュアンスにしか読めないんだけど、ということは我々の財産を奪い取るってことなんですか。これはちゃんと答えてほしいですよね。お前それいいと思いますよ。私はいや現金紙幣だって借金は借金だと、これを返済できなくなって破綻するんだって言ってほしいんですけどね。むしろいいと思いますよこれはだから統合政府なんですね。大体分かってきました。でここからが重要です。でこれも前も話したんだけど改めて話します。あの政府は税金を徴収する前に支出しちゃってますよって言ったんですね、はい、これ何ていうか覚えてます？覚えてなくていいんだけど、スペンディングファーストですね。支出が先ですと、はいはい、例えば18年の経済活動を我々がやって、その税額の確定は19年2月16日から3月15日の確定申告の時に決まるんで、はい、税金は後から決まるんです、うん、でも18年の予算執行してるじゃないですか。どうやってんですか？国債発行ですか？違いますという話をしました。これですね、これをね一番財務省は知られるのが嫌だと思います。 OMF オーバーとマネタリーファイナンシング、なんか日本だと明治的な財政ファイナンスと呼ばれてんだけど、いやあのまあ佐藤健二先生に聞いたら、いやこれ明治的な貨幣供給が一番しっくりくるよと、役としてもあるいは中身としてもということなので明治的な貨幣供給と呼びます。これ具体的でしょ、はい、でも明治的な財政ファイナンスって言われたらどうですか？ふーんって感じでしょ何かしらと思いつつとりあえずふーんって言っちゃうでしょ。それじゃダメだと思うんですよね、うん、だから貨幣供給っていうのは明確で貨幣を供給するんですよ、はいはい、でこれ何の話か、前回その政府は国債発行で銀行から日銀当座預金借りてるって言いましたけど、まあ、あれは国債発行の場合で、国債発行しなくても政府はお金を供給できる、まあ、貨幣供給できると、これこういうやり方してます。日本銀行、あの前回の図はここ銀行だったけど、今回日本銀行、日本銀行に財務省証券という政府短期証券を渡して日銀当座預金を発行してもらう。例えば、10兆円のお金が欲しいんだったら10兆円っていうふうに紙切れに書いて、すごいですね、見てみたいですねそれを日銀に入って持ってったら日銀が分かりやすいなってこう持ってきて、それで政府の持っている日銀当座預金の残高を10兆円パン、こんだけ、うん、こんだけ、むしろこれいるのって感じがしますけどねこれいらないんじゃないのと。なんでかというと、これ統合政府で見たら一種同一経済主体だから。だから財務省証券というのは一応見た目日本政府の債務で、日本銀行の債権、もうちょっと分かりやすく言うと日本政府の借金で日本銀行の貸付金だけど、貸付金これ統合政府で見たら貸し手と借り手が同じになっちゃうから、ジュッと消滅するだけですよね。残るのはこれですよ。だから日銀当座預金が日本政府に残るのは確か。この日銀当座金を担保に政府小切手で支出してうんぬんかんぬん、ここはあと前前回やったのと同じ、はい、そこから先はあと最後も、あ最後も同じか、そうですね、ということなんですね。でこの財務省証券の担保って何なんでしょう？ないです書くだけですか？書くだけ、書くだけです。でも日銀当座金の担保は一応これなんだけどね、要はね書くだけなんです。書くだけで紙のやり取りとデータのやり取りだけで、この日本銀行と日本政府を合わせたここですね、統合政府はお金をボンと、まあ、日銀当座預金を生み出させて、それでそれをもとに政府小切手で支出ができるですよ。でこの財務省証券という、まあ、政府短期証券別名借金ですね、
の返済ってどうするんですか。そんなものする必要ないですよ、別に。だって同じ、これ同一人物ですから、これ。私の右手が私の左手に財務省証券持ってって、ひゃってこうやって、で左手が右手に対して日銀当座預金ってこれ書き込んだってだけの話なんです。それで支出できるんですよね。だからさっき言ったように税金は取る必要もないし、国債の発行すら必要ない。国債はここの相手が一般の銀行ですよね。あれは一応借用証書になるけど、そんなものすらいらない。これが真実なんです。つまり OMF 明示的な貨幣供給なんですけど、これ驚くべきことが、まあ、2つあるんですよ。まずもうこれご納得いただきたいんだけど、ここ統合政府の範囲内で日本政府の債務返済負担とかは生じないっていうのは理解してくださいね。これはいいですよね、はい、だって一応これも債務の証書であるけど、こんなの返済する必要ないんで、はい、地球滅亡の日まで溜め込んでけばいいんです、ブワーって。そんだけの話なんですね。でも日本政府あるいは統合政府が政府小切手で支出して、会社企業我々が物やサービスを生産したら、ここで所得は生まれてるんです、うん、働いてるから。つまり GDP が増えてるんです。さらに政府小切手が銀行に持ち込まれると、銀行預金が発行されて、これを何ていうかというと、マネーストックって言います。マネーストック、社会全体のお金です。社会全体のお金。ということで、これ何を言いたいかというと、恐ろしいことに日本政府は、日本政府、統合政府という日本政府は一切の債務の負担とかなしで GDP を作ることができると、うん、あと社会全体のお金の量を増やすことができる、うん、というかね、やってるんです。もういます、ね、います今この時点で。だって税金取る前に支出しとるやんけと、うん、国債も発行しとらんでしょということなんですよ。これすごい話でしょ。この明示的っていうのは、まあ、これオバートですけど、これもあからさまなっていうふうに訳したが、本当はしっくりくるような気がするんです、個人的に。そう訳すこともできます。あからさまなお金発行。あからさまなお金発行でしょ。それによって、我々の所得を作ることができるんです。うん、で、これこう言うと、ちょっと抽象的だけど、例えばでしょ。その、まあ、不幸な人たちが、まあ、西田さん的に言うと、不幸な人たちがいると。まず貧しいと。で例えばシングルマザーですとかね、子供が貧困化しちゃってるとか、教育をちゃんと受けられない、いっぱいいますよ日本は。その人たちのお金出せるんです、うん、その負担は、いや何もない何もない、うん、財務省証券の 日銀当座金交換するだけ、うん、手続きだけです。単にそれでそういう気の毒な人たちを救うことができるんですよ。あるいは今、まあ、中国という仮想的国がいますけど、それに対して防衛力を強化しようじゃないかと。でそのお金どうするの、いや OMF 財務省証券持ってって100兆円でいいわ、100兆円持ってって100兆円日銀当座金発行してもらって、まあ、一気に100兆円支出すると一気にインフレ率上がっちゃうからそれはダメだけど、じゃあこの100兆円で10兆円ずつ防衛力強化しよう、10年でってやればいいんですよ、ね、相当できるでしょうね、うん、あるいは国債リニア来られたらもう余裕ですよ。5000億円の財務省証券、それを紙切れに書いて日銀当座金持ってもらって、それで5000億円バーンと支出しらいだけ ILC で、うん、10分でできるぐらい10分。しかも、まあ、これは大変ですよ。あの建設は10年かかるから、うん、でもこの支出までは10分でできるですよ、下手したら、はい、あの一番時間かかるのは日本政府もしくは財務省と日銀がちょっと距離が離れてるから、そこを車で移動するってそんなこれを持っていかなくちゃいけないからって、こんな電話もう、いやファックスだファックス、うん、ファックスで出したらいいんじゃないのと。でも10分かかんないじゃないですか。それだけのですね、権力というかそれだけの機能ですね、役割をここの統合政府はね、持ってるんですよ、うん、はい、だから別にね、あれよ、あの私に対して金を支出するって、するって勇気はないのよ、勇気はないんだけど、日本国内には本当にみんな貧困化しちゃって、派遣あるいは非正規雇用で苦労してて、しかも両親がお金ないから教育を受けられない、大学に行けないとかですよ、病気になってもなかなか病院に行けないとか、介護とかが非常に貧弱だから高齢者を必死に抱えて生きてる日本国民いっぱいいるんですよ、うん、そういう人たちを助けるのって10分なんですよね。本当ですね、教育のこの話ってたかなか10分なんですよ、はい、ファックス入れて日銀当座預金の数字増やしてもらって政府小切手書くだけですから、はあ、それでできるんですよ日本。それを今までなんか財政破綻するとか言って渋ってたから、やってなかった結果こんな状況になっちゃったから、だから財政破綻論者たちがどれだけ犯罪的かっていうの分かると思いますよね。とんでもない話なんですよ。でもその親玉が財務省なんだけど、財務省だからこういうことを隠してたわけ。多分財務省証券なんか誰も知らんですよね。でも実際の現実の予算執行がこうなんですよ今この時点で。だって税金取る前に支出してるじゃないかと。
その政府小切手って何を担保に、それは日銀当座金。じゃこれどうやって発行してもらったの、財務省証券持ち込んで。これが現実であるにもかかわらず、国民が知らなかったからこんなことになっちゃったので、まあ私はだから政治家じゃないから繰り返し言うけど、ちょっと許すことできないですね、個人的には。もちろん政治家はそういう、まあまあ三橋お前の気持ちもわかるけど、ただあいつらだって一応日本国民なんだから別に死刑にするわけにいかねえだろと、だから反省したってことでうまくまとめて、それでちゃんと財政出張しようっていう形をやるのが政治家でしょうね。私違うからで許せます。だって、はい、多分日本国民で貧困かあるいは困窮してる人たちの多分9割以上は本来救うことが簡単にできるんですよ、うん、でもやらない。どうでしょうか。なんか本当に何だろう、財務省の一番やらなきゃいけないお仕事ってそっちじゃなくて、いや財務省のお仕事はね、経理だから、経理だから数字のカウントだけやってないんですよ。だから政治家がちょっと100兆円使って日本国民を救いたいんだよって財務省に行って、うん、分かりましたと、財務省は財務省証券日銀に持ってって日銀当座券発行してもらって、はいどうぞと、うん、これが財務省の仕事です、うん、そのお金を使う部分の判断に踏み込んでるんですよ、うん、越権行為ですね、明らかに。そこは国会議員がやらなくちゃいけない、うん、だから、まあ、だからまあそういう意味では国会議員とか政治家のパワー不足ではありますね。確かに本来財務省をコントロールしてガタガタ言うなんて、まあ、この通りじゃないかと、だから財務省証券ちょっと発行しろと簡単なんだからとそれでお金調達しろと、はい、まあ、もちろん一応言っておきますけど、あのそういうのをやるのもちゃんと国会で議論して、で国会で可決しないとダメですよ、うん、でも逆言ったらそれをやりさえすれば財務省は、うん、はい分かりましたしか言っちゃいけないの本来は、うん、ところがその予算の中に踏み込んできて削っていってるわけですよ。明らかに越権行為なんですよね、うん、だからね、まあまあ、会社で言うとちょっと経理の方があまりにも強大な権力を持っちゃったって感じ。あ、私ね外資系にいた時、何社目か忘れたけど、まあ、潰れた会社ですけどね、でかかったんだけど潰れたんだけど、そこねだんだん落ち込んでくるともう経理がやたら力持ちようになって、見積もり1個出すのにそこにチェック受けなくちゃいけないんだから、でこれちょっと利益がこう足りないんでこれはダメです、却下しました。そんなこと言ってたら売上上がるんだろうと、うん、成長しない、成長しませんよね。でもそういう感じになってるんですよ日本は。だからその政治家がちゃんとパワーを発揮して財務省をコントロールしなくちゃいけない。そのためにはね、難しい話じゃなくて事実を知ればいい、うん、はい、政府は、まあ、もちろん ここのね、あのここのパワーの問題ありますよ、しつこいけど、政府小切手でいきなり1000兆円支出したらどうなんだ、できるわけねえだろうと、供給できねえだろうと、インフレ率が上がるだろうと話なんだけど、そういうのちゃんとわきまえた上で仕組みを知った上で、うん、財務省を動かす、あるいは国会議員たちを洗脳してって周りをね、それで政治をやんなくちゃいけないんだけど、やってこなかったんです過去20年間、はい、どうでしょう。なんか重いなって思います。重いんです、重いんだけどなんかでも話自体はね難しくないです、うん、はい、誰でもわかるでしょ、はいはい、ところがこれが現実でございますから、はい、何年間ぐらいそうやって、ね、1997年からですね。かそれまでは、まあ、バブル崩壊もあって一応政治家は真っ当な景気対策やってた、政治的なパワーもあの時は強かったんだけど、97年以降ですね、デフレ化して以降どん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 財務省のパワーが上がってって他が相対的に落ちてった。政治家だけじゃないんですよ、他の官庁ね、国土交通省とか厚生労働省とかも落ちてった、うん、今こう財務省主権国家になっちゃった。でこれ一番腹立たしいのは、これ財務省の官僚たちがなんでこんなことやってるのかっていうのは単に自分の出世のためですからね、あ、自分の家族の幸せのため、うん、ここまで歪んじゃってるんですよね。でも事実を知ったら変えられそうでしょ。そうですね、はい、でもまあ簡単じゃないんだけど、簡単じゃないんだけどそれでも諦めずしつこくしつこくやっていく、これが大事じゃないかなと思います。はい。